おお疲れ様です、まあ、税金はお金ですよ、ね。す税金金はもともとその税金が何で作られたのかっていうと人を強制的に働かせるためなんですよねで生きてるだけで金を払えよと住民税だぞって言われたら納税しなくちゃいけないんですよねその住んでる国の通貨で,でどうやってその納税するためのお金を得るかっていうと誰かからもらうしかないんですよね じゃあ誰かっていうのは民間の人が民間の人からもらう民間の人が民間企業からもらう、まあ、そういうのがぐちゃぐちゃぐちゃしてるんですけども結局大元誰からお金が供給されてるのかって言ったら実は国なんですよね。国がお金を世の中に対して出してそして出せ金を払え国に払えって言ってるんでこマッチポンプなわけなんですよね実はね。 でその中で多くの人がそんなことを考えずになんか働いて稼がないと月末の支払いがとかになるんですけどもじゃあなんで月末の支払いが生じてるのかなと思ったら何かに困ってるからもしくは何かを求めてるからなんですよね人は何かに困っていて何か欲望があって両方を消化するもしくは片っぽを消化しようと思うとどうしてもお金が必要になってくるっていう仕組みに乗ってるんですよね。だからクーネル遊ぶに不自由してなかったら別にお金いらないわけですよね。 そういう黄金峡が来たら国の支配っていうのは成り立たなくなるんでやっぱりこうお金っていうのは支配の道具として、まあ、生まれてるっていうのは言うまでもないのかなと思うんですよ。で働かなくても金になるんだったら働かないっていう動きもありますしでも大金持ちっていうんですかね自分の力でお金を持った人ってなんかその金のためじゃなく働く世の中に貢献したいっていうまさに 本本当の本心が出てくるわけなんですよじゃあ本当の本心はいつ見えるかっていうといい食事をお金に不自由しなくなるとその人の本性はやっと見えるんですよね。ああ何もしなくていいんだったら何もしないってなるのかああ何もしなくていいんだったらじゃあ銭金関係なく誰かのために何かをしたいなとか何を大事にすればいいのか分かってきたよみたいなねそんな世界になってくると思うんですけども結局そこに行くまでに多くの人が寿命を終えてしまうんじゃないかなと思うんですよ。で今まで見えてきたものの選択肢やそぎ落とされたあその なんですかね、人生の中で相対的に、まあ、これで良かったんだと思うしかなくって、うん、でも必ずあるはずなんですよあの果たせなかった夢とかね欲しかったけど手に入らなかったものとか、うんか誠実にやってきたのに答えてくれない現実とかっていうのがね、うんまあ、誰かが割を食うような形になっている中で割を食いたくないんだったら食わない方向に行かなくてはいけない。 のかなと思いますし、そのためにはそのためのルートをどうなっちゃいけないのかなと。で、意外なところにね。なんか抜け穴ってのがあって、うん、実はね。去年の今頃やっぱ熟成さんがまとまって何人かであのー、自分のビジネスしたいって言って始めてくださったんですよね。まあこれいつものことではい,いつのことなんですけどもでだいたい1年これでぐるっと回ってると大体わかるんですよ。だいたい年末に来年こそはって言って。 申し込みがいっぱい来てねその中で何人かを取り上げてこうスタートするんですけども1年ぐるっと回っていまだにねでその中ですごく面白い例なのが、えっと、女性でね21歳か22歳当時だったんですよ去年の頃それで就職も結局決まんなかったし、えー、別に付き合ってる人もいないしどうしましょうかみたいなそれこそ何もない状態なんですよ。 それがね二十歳前後で何もないっていう風になっちゃうのはまあ言ってみれば当たり前だろうと思うんで別にそこは気にしなくてもいいんだけど人生終わったみたいに考えなくてもよくってでも結局これから20代をどう過ごしていけばいいのかっていう設計図がないんですよねでまあ設計図が見えやすくするためにはちょっと高台に登った方がいいんじゃないかなと思ったんでとりあえず高台に登るためのヒントを、まあ、あお話し,したんですよでそれっていうのはネットで稼ぎたくてきてるだろうけどもうんネットで自己完結するんじゃなくって 具体的に言うとねいろいろ話だったので週に1回トラックドライバーやんなさいとでトラックドライバーやってそのトラックの中からツイッターインスタグラム発信したらいいんじゃないのっていう形で,であとは具体的にどういうふうにするのか自分の姿が映るようにした方がいいのかどんなあの社内のデコレーションした方がいいのかどのタイミングで出せばいいのかってことはまあその随時随時思いつくままにお話ししたんですけども結局1年経ってフォロワーが1万人ぐらいになってでそこから得れる収入が70万とか言ってましたね。うん で、トラックドライバーは相変わらず週に1回ぐらいしか出てないらしいんですよでもトラックドライバーの仕事を辞めない何で辞めないかっていうとネタがなくなるからいらしいんですよねで、リアルな仕事でネタ収集してそっからその環境から発信することによってうーんなんかそのネットで稼げるようになったみたいなねだから最初から最後までネットとかねリアルとネットは別物っていうふうに考えちゃうとこの考えにはならないんですけども週に1回、 自分が勤務しているトラックの中ね例えば7時間とか8時間乗ってると思うんですけどその中から「今日はこんなコーヒー飲みましたおいしい」とかね「スイーツやめればやめよ」疲れた時には最高ですみたいなもう常にトラックの中から放送するように放送っていうかねあのなんかツイートするようにしてもらってまあそれでファンがグワッとついたわけなんですよまあ男性の職場の中に女性が入っていくっていう形を取ったんですけどもまあそれがね結構生きたのかなともちろんトラックドライバーの女性っていうのは今で。 こ,こそ多くなってきたんですけども、うん、ただやっぱりねあのバランスですかねトラックドライバーで発信してる人ってのはまずいない少ないわけなんですよで発信してるとしても男性ばっかりなんですよそこに女性の発信者がつくと、まあ、こういうことって起きるのかなとでフォロワーの半分とは言わないけども何、うん、か何割かはね女性で「私もそういう風になりたいです」っていう風に申し込んでる20代とか30代の方が多いみたいですよね。 で今そっちの方がむちゃくちゃ忙しくなったんで私への連絡ってのほぼなくなってきたりとかして Twitter とかのアカウントをいっぱい作っていたのを考え改めて1個にしたとかなんいろいろ聞いたんですけども結局どうなってるのか分かんないけどもあれからね連絡途絶えて23ヶ月経つんですけどもなんか結構うまいこと言ってるみたいだなと感じましたね、うん、だからなんかね結構身近なところにその抜け穴があるっていうかねネットだけで稼ごうっていう道もあるんだけども私はやっぱりね 自分の立場が例えば50歳の半ばでね55歳ぐらいでコンビニのなんか日雇いのなんかバイトしてますみたいなとこだったらそっから放送しますねそれこそ50代のコンビニ店員のリアルみたいな感じでドラマが1個作れて絶望覇権行じゃないですけどね月絶望覇権行ってあれなんか完全ねああいう作るグループがあるんじゃないかなとあまりにもその制服が綺麗すぎるし。 演出が凝ってすぎるんじゃないかなとなかなかうまいこと作ってるなと思いますけどまあでも1人でできないことはないですねああいうのはねだからリアルの現状をなんか伝えていくことでももう完全に稼げちゃうのはなんかすごく面白いなと YouTube って作り込んで作り込んで作り込んでって道もあるけどもなんかそんなことしなくても大丈夫みたいなのがあってね、うん、まあ何が当たるのかわからないなとは思いますけどもわからないからって適当なことをアドバイスするわけにもいかないんでまあ の、ね、みたいそのリアルとネットを切り分けないことっていうんですかねオンとかオフっていうのはないんでやっぱり私の考えるところ生まれてオン死んでオフこれ以外はないかなと <laughs>、うん、だからねここまでが仕事でこっからプライベートって分けることの,、まあその時代錯誤差っていうのかな仕事は遊びの一部であって遊びは仕事の一部であるみたいな感じですかねやっっぱりこう自分でものを使ってる以上 職場だけじゃないんですよね自分がこう鍛えられるのとかチャンスをつかむのってで週末にねなんかこうホームパーティー行ってそこでふとした縁で仕事が決まることもあると思いますしねまああれじゃないですかねどこに行ってもお金に付きまとわれるってことは逆に言うとどこここまでで行っっててもお金を追いかけるるとととがきな思すそういう意味で言うとどこに行っても稼げるなと人さえいれば稼げるなみたいな。 誰かがいいたら稼げるななっていうのはねなんか一つ希望に思えてならないわけですけどねどっちかっていうと人に会うと金がかかるっていうのは事実なんですけどもどっち側に行くかってことなのかなと、まあ、今週も頑張っていきましょういってらっしゃい。